はい、皆さん、毎度毎度。はい、もうパーマを外しだね。まあ、今はね、宿毛矯正が増える時期かな。まあ、宿毛矯正さ、かけるのはいいんだけどさ、やっぱり傷んでる人、それをさ、つるつるサラサラにさ、仕上げることができるさ、薬はないから。まあ、特殊な例を除いてね、髪の毛が生きてる場合、宿毛矯正今までかけたことがない人とかね、まあ、この前も話したけどね、毛染めでちょっと傷んだような方、そういうの賛成でやると、 さらさらに良くなったりするけど、宿毛矯正をさ、何回かかけて毛先がさ、ちりじりバサバサになっちまった人これはね、まあ一回ぐらい賛成でかけてもいいけど、あまり期待すると効果出ないからね。まあそういうね、毛はね、触れば触るほど痛むっていうの賛成でかけても。でもね、ネットをさ、探すとさ、そういう毛がさ、な、さも治るようなさ、 こと書いてる動画出してるま、あいろんな人いるよねそれを信じないことねまあ、動画に出してる、YouTube に出してるから、本当のことだろうなんてね、信じちゃダメなのよ。あれ治りゃしないからさ、もう割れた爪と一緒で髪の毛っていうのはさ、まあ、美容雑誌でも、そんなの取り上げることあるかな損傷本もには来るだとかね。もう、そ、宿毛矯正でね、損傷した髪っていうのはもう治らないと思った方がいいよねなんかね、あんまりね、ネットでさ、探して探して、見ず知らずさ、 変な薬手出さない方がいいよね。でもね、こうやって言うとね、お前の意見がちょっと違うとかってね、思う人いるんだよね。で、実際ね、宿毛矯正ほら、かけてるじゃないうちらもで。傷んだ毛先にさ、薬塗らないでさ、アイロンだけかけるのよ。で、乳液はちゃんとかけんだよね。一応つけちゃうんだけど、めんどくさいから全体に。そうすると仕上がりね、サラサラになってんだよ。これどういう原理かわかんない。 アイロンかけたから良くなってんのかなアイロンが一時的になんかしてんのかな宿毛矯正の薬剤をシャンプー台で洗うときその薬剤が毛先に流れて付着するじゃないそれが宿毛矯正の微妙な効果を出してんのかねちょっとわかんない。だけどね、次来るときはまた痛んでるとこは同じようにチリチリバサバサになったまま来るんだよね。で、やっぱりね、宿毛矯正をかけたい部分だけお薬つけてね。 もう痛んだとこはね、じっと切り取るしかないよね。と、半年も経つればね、もう全然変わってくるからね、髪質がね。まあ、こうやってさ、毛先にさ、薬に塗らねえようなさ、宿毛矯正の書き方そうすると何も変わってねえじゃねえかと、まあ思うよね、みんなね。そんなんでもね、お客様にしてみたら今まではさ、毛先に何か塗られてて、来た時よりも悪くなってるっつの宿毛矯正のお薬つけて、毛がさ、良くなるわけないから、痛むことは痛むんだからね。そ,それと、 何もしないっていうのは、それ以上痛んでないんだよね。だって、お客さんにしてみたら、まあ今まで、痛みが進行して、かけるたびに痛みが進行するのと、かけたら、まあ痛みが進行してない切った分良くなってるわずかに。なんとなくわかる余計なことして、さらに痛ましてるか、何もしねえで痛んでないかの違いだよね。でもその、お客様は痛んでないっていうのを微妙に感じ取ってくれるよね。 いつもよりちょっとマシかなみたいな。それを2、3回繰り返すとね、確実に良くなってくるからね、毛がね。はい、お疲れ様でした。